こんにちは、よしみです。いつもチャンネルをご覧いただきありがとうございます。前回はブチャラティの名言が炸裂する、本当に大興奮の回だったわけなんですけれども、私の個人的なジョジョニュースといえばですね、私が去年本当に愚かにも見逃していたジョジョ展ですね、ジョジョ展のグッズをナムコさんに申し込みました。せめてね、グッズは手に入れようということで、到着がね、6月ということになってましたので、楽しみに待ちたいと思います。列車での移動が中断を余儀なくされたブチャラティ一行なんですけれども、血液をね、採取されて追跡してくるような動きが一晩中に見られましたので、その後どうなるんでしょうか。本日は第17話を見ていこうと思います。追跡は可能か、メローネ。次はメローネか。特別席みたいなのがあるの。いる。メローネ。なんか丸いのがいっぱいついてるね。あ、血液サンプル。生年月日。ベリッシモ。あ、ビンタした。メローネの。メローネのキャラ。指の味。ブチャラティみたいなことしてる。ブチャラティも舐めてたもんね、ジョルノのこと。健康状態と血液にすごいこだわってる。占い？何でもいいんじゃん。だいぶキャラ濃いね、メローネ。すごい心理テストみたいな出してきてる。分析マニアみたいな。お、ベイビーフェイス。受胎完了。出産まで3分。生まれた何かが。ちょっと待ってよ。第17話、ベイビーフェイス。かなり突拍子もないことになってきたね。スタント能力が科学的というか。明日か明後日にはベネチア。いろいろあったんですよね。ジョルノは理解力があるね。ミスターどこに立ってる。またナンバーファイブ意地悪されてんの。ミスタースタンド出しっぱなし。お、あ、殴った。あ、事故った。なんか天井見張ってたのか。ミスった。やば、出産完了しちゃった。えらい、いい性格してますね、この人も。この機械は、
どこにいるの？しかもいいぞ。殺すって母親の意思に早くも反応している。立派に育てよう。立派に育てよう。変態男に。うわ、なんかいる。これが生まれたやつ。学習するかい？ライオンさん教えてる。ブチャラティの写真持ってるよ。そしてこれが殺すってことだ。死なすこと、または始末するとも言う。次は遊びだね。遊び駒野球。あ、出た。あはちょっとこういう風に使うと便利だねはちょっと無理がある。すごく簡単に教育するんだね。質問もしてくるんだ。もうすでにだいぶ知性があるね。かなり知能が高い。おい、まだだぞ。まだだからな。お、我慢できない。同会社に訴えて責任。何をしでかす気。頭のクブだって。あ、来た。あ、何、しかもこの攻撃は。跡形もない。ちょっと私は追いつ、もう全然ついてきてませんよ。もう自分の意思で動き出したの。遠隔型。あのコンピューターみたいので制御できるんだ。チョルの1台盗めばすぐ見つかってしまう。100台盗めば。あ、チョルの荒っぽいね。なくなる車が一つでなければ、そしてバラバラの状態で車が見つかったと。お、全部カエルちゃんになった。ベネチアに到着するまでくらいの時間。なるほど、知恵者だね。ミスターのせいだけど。俺たちは車を手に入れてくる。バキを。あのですね、ブチャラティさん。質問による。トイレはどうすればよろしいのでしょう。確かにね、トイレね。最もな質問だ。よかった、分かってくれたようね。クローゼットをトイレに。クローゼットを。この下はどこに続いているのかわからんが、多分カメは平気。結構栄養に。大きいジョルノが出てきた。あ、もう来た。もう来たの？ベイビーフェイス。トイレじゃないの？あ！はぁ！あ！さっきと同じ状態にセルみたいになってる。うわうわ、すごいちっちゃいセルみたいになってる。もう入っちゃってるよ中に。いない。まさか、まさか、すでに敵が何らかの攻撃を。すごい遠隔スタンドだね。ああ、そいつが例の新入りだ。他の仲間に見つからないよう静かにだぞ。あいつらにもそっちへ行ってもらう。あいつら、あ、例の話し方
個性的な人、あと鈴いっぱいついてる人、ゴールドエクスペリエンス可愛いよね。なんかこう、おー攻撃きた、あー細胞が喉を取られた、喋れないナランちゃん気づいた。いや、ジョルノが手を振ってる。ブチャラティが早く車を手に入れろって催促だよ。違う。これまた面白い戦いが始まってしまったよ。キャビネットを破壊したのに姿を現さない。つまり、うわ、うわ目が。さらに足と目を削り取ったか。ディモールト。ディモールト。正体がバレた。おお。何を言っているのかわからんが。なるほどね。戻ってくる感じの。あのキャビネット。おお。かなり面白い作画になりましたね、この戦いは。この能力は人間をバラバラにして別の物体に組み替える能力。このスタンドが精神性の表れなんだとしたら、メローネだいぶ理数系ですよね。立体パズル系。おお面白い。おおブロックが、うわうわ来た。遠隔なのにかなり強くない？強いよ。だって遠隔なのに。あ、ジョルノ。はあ。どうなる？お、来た来た。結構大きくなったね。おお、完全にバイク乗って。これから帰りますメローネ。人間を組み替えて物質に。ブチョルの無事。全くいいヒントをくれたよ。とても似ている。何かを作るという点で。確かにね。くれたヒントと君が死ぬほどまでに追い詰めてくれたおかげで成長できたよ。ああ。細胞まさか移植したの？お、物体を有機物に。天敵やん。真逆のスタンド、かなり理解が難しい。まあ理解はしようとしてないですけど。慌てるな、ベイビーフェイス。やつに亀を拾わせろ。亀を拾わせた瞬間を狙って確実にえぐり取って。もうなんかオイルが。お、来た。おお。腕がちょっぴりだが、この俺をビビらせやがってこの野郎。とにかく学ばせてもらった。運命なのか、もう似たようなスタンド同士の引力で君と僕は出会った。惹かれ合っちゃったの？君のおかげでとにかく成長できた。使い方が広がっちゃったね。たった今ぶっ飛ばしてやったてめえの手首。ちょっとした忠告をサービスしてあげると君のこの手は自分の身を守ることに使った方が。忠告してくれてる。時すでに遅し。すでに違う食い進む生き物となって、お前の中に侵入して。食い進む生き物。おお。ピラニアですか。また
かなり癖の強いキャラとスタンドが登場してしまいましたね。メローネのベイビーフェイス、この回はですね、あのセル状のスタンドの作画も面白いので、メローネのスタンドを解釈するためにあとまあ2回は見ると思います。第5部になってね、パープルヘイズの時もそうでしたけどね、ちょっとこう科学的要素も盛り込みながらスタンドがよりこう幅広い使い方をされるようになってきておりまして、考察するのにもね一苦労っていうところもあるんですけれども、本当にアニメの作画一つとっても1回見ただけではね、何がどうなってこれがこうなってってことが理解するのが難しいんですけど、とにかくそういうわけわかんなさも含めて最高ディモールトだなって感じがいたします。かなりねジョルの優勢の戦いになってきましたけど、まあ、メローネの遠隔スタンドとの戦いということなので、メローネ本体とどういう風にして対決していくのか、トリッシュ、ブチャラティは無事なのか、次回に持ち越されました。これからまた数回再視聴に入りたいと思いますが、また次のリアクション動画でお会いいたしましょう。ではではでは。